皆さん、こんにちは。いけさんです。さあ、今日の動画はですね、雪中車中泊。雪の中の車中泊ですね。その雪中車中泊に備えるべき装備。その全てを皆さんにご紹介したいなと思います。えー、私、雪山車中泊歴20年以上。過去、えー、車内の最低室温。 マイナス18度というとんでもない極寒の中での車中泊も経験しております。これまで、新潟、長野、えー、岩手、青森、北海道というね、豪雪地帯から極寒エリアまでね、様々なエリアで雪中車中泊を経験してきました。これまで、 たくさんのね失敗と辛い経験を重ねてきた僕だからこそ得られたとっておきの情報がありますので今日はそれらを皆さんにご紹介したいと思います主にハイエースやミニバンなどでね雪中車中泊をやってみようと思っている方々にお役に立てる内容となっておりますので是非最後まで見てくださいそしてよろしければチャンネル登録さらにグッドボタン 押ししていいただけると超嬉しいです今回の動画は装備編そして車中泊編の2部構成になっております。それでは早速行ってみましょう。雪中車中泊装備編さあ早速ご紹介していきたいと思います。まず一番大切ですね。当たり前です。スタッドです。えー、タイヤはね、 あの雪の中に行こうとされているのであればもう迷わずスタッドレスを必ず履いてくださいこれも必須です、うん、そしてですね、えー、昨今のスタッドレスものすごい性能が上がってはいるんですけれどもぜひ必ずチェーンもねあの装備しておいてくれると本当に間違いないですすごく安心ですどうやってもねスタッドレスじゃ 何ともいかないシーンがたくさん,あるんですよ。めちゃめちゃ凍っちゃってる道路とかね、走るケースもあったりとかしたり、それからちょっと深いところにはまってしまって脱出しなきゃいけないなんていうシーンがあったりするので、スタッドレスは必須。プラス、チェーンね、持っておくと絶対に安心だと思います。さあ次に、除雪用のブラシです。除雪用のブラシはね、僕のおすすめね、こういうやつです。これね、まあ、いわゆる、 えー、スノーブラシでね、絵が、絵が伸びるタイプのものです。ハイエースとかさ、それからミニバンというのはちょっと背が高いので、このね、柄が長いタイプのものをおすすめします。そして、この絵はね、伸縮する。さらに、このブラシの部分がね、パコーンって折れるタイプがおすすめです。そうすると、1本の棒状になるので、えー、収納がね、すごく場所を取らなくてね、 いいんですね。なので、このブラシの部分が折れて、絵が伸びるタイプのスノーブラシ。こちらをお勧めしたいと思います。そして、このスノーブラシで、まあ、雪,雪かきをすると思うんですけども、ここですごく大事なことがあります、えー。ミニバンとかね、特にハイエースなんかはね、屋根の上に乗っかった雪っていうのを必ずきれいに除雪してください。これ 積もってれば積もっているほど絶対重要ですなんでかっていうとこちらの動画をご覧ください危ねえ危ねえおいびっくりして声も出なかったよこれねハイエースのちょっと弱点というか、まあ、ハイエースに限らずこれは起こると思うんだけどこの車はねこの広い屋根に乗っかってる 雪がどうしてもこうフロントに落ち、落ちやすい。ね。こういうふうに、え、その屋根の上の除雪を手抜きしていると、後から走行してるときにブレーキ踏んだときに、ドド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 ドって、あのガラスのとこに滑り落ちてくるんですよね。これめちゃくちゃ危険で。場合によっては走ってるときに落っこちてくることもあります。そして、その雪が多かったり重かったりすると、ワイパーぶっ壊しちゃうっていう、 あのケースもあるので必ず屋根の上の雪っていうのはきれいに除雪してから車を動かすようにしてくださいさて次はそのね雪かきとかをする時にもう絶対必要なんですけども防水防寒手袋これもねすごく重要たもう決してね素手なんかでやっちゃダメですもう指とかめっちゃ痛くなるし あの、当初になっちゃったりとかしたらね、えらいこっちゃなので、そこでおすすめの手袋なんていうのもあるので紹介します。ディグリン誰が便所掃除用の手袋ジェイ。ね、見た目、トイレの掃除用の手袋に見えるんですけども、これね、寒冷地に住んでる方たちのもうマストアイテムとなってます。テムレスっていうね、手袋です。これ実はね、高性能で、中、ボアになっていて、ものすごいあったかくて、防水も、 非常にしっかりしているのに、軽くて暖かくて、そして非常に丈夫にできていますね。これね、本当に、特に雪、雪の中でなんか作業しなくちゃいけないってなった時にね、非常に役に立って、すごく便利で、そして安いんです。1800円ぐらいで買えるかな確か。なので、ぜひね、その、雪中車中泊をするときは、テムレスっていう手袋です。防寒防水手袋、おすすめです。 そして、次はね、ウォッシャー液です。これね、ウォッシャー液、あのー、見落としがちなんですけども、だいたい市販で売られてるウォッシャー液ってマイナス15度から寒冷地よってマイナス30度まで対応みたいなのがあります。ほぼ、もう薄めずにそのまま使ってください。で、これを、あの、水で、水で薄めたタイプのまんま使っていると、凍結して、 ウォッシャー液のチューブね、破裂させてしまったりするっていう、えー、事故があったりするので、必ず寒冷地ね、行く方は、ウォッシャー液も濃いめにするか、まあそのまま希釈しないで、そのまま使うようにした方が絶対安心です。覚えておいてください。でね、それに伴って、ワイパーね、 冬ワイパーって呼ばれるものですね。寒冷地用のワイパーで、ゴムのカバーがかかってるようなワイパーになるんですけども、これね、いるかいらないかっていうと、ちょっと僕もね、微妙なところなんですが、えー、例えばね、一泊や二泊しかしない、 雪中車中泊でわざわざワイパーまで冬用にする必要あるかなとは思うんですけども何が違うかっていうとまずそもそものゴムがね非常に丈夫にできてるんですねなので例えば凍っちゃったガラスをワイパーかけたりとかするとゴム傷ついちゃったりするんですけどそこがまあいわゆる寒冷地仕様になってる丈夫にできてるっていうのと結局ねこの金具の部分稼働する部分あるでしょここが凍っちゃうとね 結局、えー、ガラス面にピタッて密着しなくなって、ちゃんとワイプしてくれなくなっちゃうんですよね。そこをこう凍らないようなカバーがついているので、きちっと動作してくれるっていうのが冬用ワイパーになってます。なので、できればワイパーも冬用にしとくと安心です。それから、えー、雪道を走行している上で、ワイパーが機能しなくなるっていうのは、ものすごい致命的なので、 ここはね、ちょっと惜しまず、冬用ワイパーにしておくと、絶対安心かなと思います。おすすめです。それから、えっと、フロントガラスには、必ず、撥水剤をかけてください。これなんでかっていうと、え車中泊をして、朝目が覚めると、フロントウィンドウがっちり凍結してることってたくさんありますよね。雪が降ったりとかしてもそうですけども、撥水剤を、ちゃんと塗っておくと、後でね、こう、 スクレーピングした時にもすごく剥がしやすいんですね。なので、まず、発水剤っていうのをちゃんと塗っておくっていうのが、えー、マストでありながら、さらに、もうそもそも、凍結させないためには、カバーをね、つけとくと、なお一層いいです。もう完璧です。あの、雪が積もったとしても、ガバーって剥がせれば、一発で雪も取れるし、ちゃんとそのカバーをしとくと凍結もしにくいんですね。なので、一番は、 えー、カバーをかけててあげるっていうのがベストだと思いますでね、それでもまあ、えー、凍ってしまいましたと。で、早く出なくちゃいけないのにどうしようって時は、開氷剤っていうのがあるので、これを使うと、すっげえ簡単に凍結って溶けちゃいます。もうシュッ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 ってスプレーするだけ。おすすめはこれ。天地っていうメーカーの、ディアイサーっていうかっこいい名前ですけども、いわゆる開氷剤。有,有氷剤っていうのかな。まあ あの、氷を溶かす、そういうスプレーですね。こんなのも、シュッ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 シュ,ッシュッってやって、ポケーっとしてると、じゅわーって溶けてくれるので、これね、えー、接中車中泊するときは、こういった、えー、開氷剤みたいなものは必ず積んどいた方がいいです。めちゃくちゃ便利。それから、鍵穴が凍っちゃったようなっていう時になるとね、こっちなんかは、あの、ストローがついてるタイプの、凍結防止剤になるので、開氷剤になるので、鍵穴にね、ピシューって、 できたりもしますこういうのをちゃんと必ず1本常備しておくと絶対安心です。でねさらに、まあ、あの車内のさフロントガラスがあの曇っちゃった時ねそういう時ってデフロスターって使うと思うんですよ。デフロスターってエアコンの温風をさ窓の内側に吹きかけて曇りを取るってやつなんですけどもここでも注意点が1つあります。エンジンジをかかけてデフロスターとそれから オートボタンを押しておくでしょそうすると、車ってお利口さんだからさ、エンジンが温まって、十分暖気ができてから音符を出すようになってるじゃないということは、いきなり吹き出した時に、暖かい、あるいはもうめっちゃ熱い風がブワーって出ると思うんだけど、カキンカキンに冷えた窓ガラスに、いきなり熱い音符がかかった時、万が一、そのフロントガラスにクラックとか、 傷とかが入ってると、パシューンっつってさ、一気にひびがピューンって入るっていう、そういう事態があるんですよ、これ。寒冷地エリアあるあるなんですけど。なので、そのデフロスターっていうのを使う時も、えー、オートにしないでもう最初から、じわーっと暖かい空気になっていくようにするとか、えー、少し、えー、注意する必要がありますので、覚えておいてください。さあ次。これもね、えー、結構ね、雪山ではあるあるです。 ドアが凍結して開かない。スライドドアが開かないってことも多々あるんですね。これ、雪中車中泊やったことある人なら、一度は経験あるんじゃないかと思うんですけど、これね、無理にこじ開けようとしたりすると、そもそもドアノブが壊れてしまったり、それから、なんだっけ、ウェザーストリップっていうのかなパッキンがあるんだけどね。これゴム製なんで、バリーって剥がれちゃう時なんかがあるんですね。なんで、雪中車中泊、それから寒冷地に、 行かれる予定があるときは、そのゴムパッキンの部分、ウェザーストリップって呼ばれているゴムの部分に、これ、シリコンスプレー。これをね、吹きかけといてあげてください。たっぷりね、塗りたくってあげるって感じですね。これを、えー、塗っておくことで、えー、そのゴムのね、凍結っていうのを防げるので、これは、えー、持って歩くというよりも、行く前に、 ウェザーストリップの部分に塗っといてあげるようにすると安心です。そしてね、駐車するときね、止めるとき、サイドブレーキ引くじゃないハイエースなんかギ,ギギギギって引くんだけど、これもね、ワイヤーで引くタイプのサイドブレーキはマジで凍ります。なので、よくね、教習所とかでも最初に教わったと思うんですけど、寒冷地では駐車時、パーキングに入れてサイドブレーキ引かないって、あれ本当に守った方がいいです。僕、 あの、雪国に住んでますけど、冬の間。よーく凍ります、サイドブレーキ。なので、サイドブレーキも引かない。これも、もうみんな癖になってさ、一通り流れの中でギュって引いちゃうと思うので、寒冷地に止めるときは、引かないっていうのをいつも忘れないようにしといてください。凍ります。凍るとロックしたまんま動かない。あるいは、ブレーキが、サイドが引いたままの状態で走るようになっちゃうので、良くないのはすぐわかりますよね。気をつけてください。 さあ、そしてね、これもね、ぜひ、えー、やっとくといいです。腹下回りの防錆処理ですね。これね、あんまりほら、ワンシーズンに1回とか2回しか行かないから、そこまでしなくてもいいよって思うかもしれないんですが、道路の、えー、融雪剤って、塩ルを使ってるところが圧倒的に多いんですって。塩ルってつまり、まあ、塩ですよ。 塩ばらまいてるわけですよね。塩って、あの、氷とか雪を溶かす成分があるので。なので、えー、もうダイレクトにね、腹の下に、足回りから腹下に、塩かかってるような状態なんですよあの。雪国の道路走るって。なので、できれば、腹下周りの防錆処理っていうのは、やっといた方がいいです。で、やってなかったとしたら、寒冷地ね、雪国から帰ってきたら、もう真っ先に腹下周りを、 あの、高圧洗浄とかで、きれいに洗ってあげてください。本当にね、驚くほど錆が進行するので、ここ結構ね、深刻です。なので、防サービス処理をする、あるいは帰ってきたら真っ先に腹下を高圧洗浄で洗ってあげるっていうことも忘れないでおいてあげてください。大事な大事な僕たちのね、相棒の車なんでね、錆びないようにしてあげましょう。それからね、えー、皆さん、レベラーって知ってますか こうなんか車止めみたいなさ、こういう三角のあの足、タイヤの下にかませるやつなんですけど、これを使うことで傾きを調整することができるものなんですけど、なんでかっていうと雪国って当然駐車場って融雪用の水を流すんですよね。ずっと常時流すこともあるので、その水が排水しやすいようにそもそも駐車場とかって傾斜がついてるところが多いんですよ。なので、 止めたところが必ずしも水平とは限らないケースが多いです。むしろ傾斜してるケースの方が多いので、レベラーっていうのを積んどいて、傾きを調整してあげると、当然車中泊で寝るときに快適な環境を作るのにとてもね、必要なアイテムになるので、レベラー積んでおくと絶対便利です。覚えておいてください。次に、僕これまでも絶対重要なので必ず装備してくださいって言っているアイテムの一つです。 スコップですね。スコップ。スコップって、あらゆるシーンで結構活躍するんですけども、まあ、まず、車中泊する場所に止めるじゃないですか。で、もし雪が降っていたら、寝る前に、必ず一回ドア周り、それからマフラー周りは最低限、雪かきをしてから寝てください。それでも、夜寝てる間に、いっぱい雪降っちゃってね、目が覚めてドア開けたら、 ドアよりも高い位置まで雪が積もったなんてことも僕も過去にたくさん経験があります。そういった時にすぐに車の周りの雪を跳ねてあげる。それからエンジンかける前に必ずマフラー周りの雪を跳ねてあげる必要があります。そんな時にスコップ1個を装備しているだけですごい、えー、楽にその作業ができます。この時プラスチック製のね、スコップでもいいんですけどできれば スチール製のスコップを積んでる方がいいです。ガリッガリに硬い氷の部分があったりするときもあるんですね。そういう時プラスチックってちょっと弱いです。なんで、できればスコあのスチール製のスコップ。さらに組み立て式ね。あの、バラバラにできるタイプ。そうすると収納もね、そんなに邪魔にならないで収納することができるので、えー、おすすめは組み立て式のスチール製のコンパクトスコップを必ず1個積んでおいた方がベストです。で、 万が一バッテリーが上がってしまうっていうことも考えられるので、ジャンプスターターね。そばにいる車の方にすいません。バッテリー上がっちゃったんで、バッテリー取らしてくださいっていう時のためのジャンプスターター。だからね、ちょっと長めのを持っといた方がいいです、これ。僕はね、実はね、5メートルぐらいのものを持ってます。これぐらいあると、もう、あらゆるシチュエーションで、 バッテリー、電源をね、取らせてもらえることができるので、ちょっと長めのジャンプスターターがあると便利です。それと、今ね、コンデンサー式ジャンプスターターってあるの知ってますこれどういうのかっていうと、それ自体にバッテリーとかがついているものではなくて、スーパーコンデンサーっていうのを搭載してるらしくて、それ自体に事前充電っていうのはいらないんですって。で、その、 上がってしまったバッテリーに残されたわずかな電力をこう終電してたった2、3分間で電力を増幅してスターターを回せるぐらいまで電力を作っちゃうっていうそういう機械があります。そんなに大きくないんですけどね。これコンデンサー式ジャンプスターターっていうらしいんですが実はジャンプケーブルを持つよりもそれの方がその場ですぐに自分で対応できるので便利だと思います。 特にこれはまあ冬に限らず夏なんかもねバッテリー上がるケース多々あると思うので一個積んでおくといいのかもしれないですねコンデンサー式ジャンプスターターってやつですおすすめです最後になりますえ軽、ー、油ディーゼルに乗ってる方軽油って極寒地だと凍っちゃうんですよ知ってました知ってますよねなので寒冷地に行く時はそんなにね軽油満タンにしないで行って向こうで寒冷地対応の軽油を え、いっぱい給油するっていうのも意識された方がいいと思います。ぜひ一つ覚えておいてください。というわけで、まず雪山で車中泊するための車の装備についてご紹介しました。それでは次はですね、ついに、雪中車中泊、車内編 FF <タッ>ヒーターないと雪中車中泊は無理ですかっつったらそんなことね全然できます一番重要なのは窓窓窓窓窓窓の断熱ですじゃあ我が家何使ってるかっていうと実は布団ですポータブル電源と電気毛布を組み合わせることで無敵の寝床が作ることができます Dude that father is permed